もともとスポーツはスポーツのところにいたんですけど、それこそ教育委員会のスポーツにいて、でスポーツ振興課に来たのは合併後ぐらいかな、合併後で来たからいくつの時だろうね、計算ができないんですけど、うん、大丈夫です。そう、大丈夫ですか。それなりになんかスポーツが長くって2、3回他のとこ行ってまた戻ってみたいな、なんか珍しいタイプだと思います。12ですね。1回まあコロナで中止しているので本来なら13になるとは思いますけど、はい、12回目、うん、やらせていただいて、うーん、本当にありがたいですね。はい、まず対象の学年をどうしましょう、じゃあどうやって送りましょう、で場所はどうしましょうみたいなところから始まっていきましたね。はい、で記憶に残っていってくれるなら、うん、それはそれでありがたい、いいのかななんて思ってますけどね。もう一斉感染1回目2回目ぐらいの子が職員として入ってきてるとかの時代なのでってちょっと思っちゃいますけどね。確かにそうですね。そうなんですよ、うん、そう。お願いします。今日一日持たせてねお天気このまま多分一回来ますよ。一回来ます本当、うん、だけどちょうどその1時とか2時とかそのぐらいには曇りになるからそのままね、はい、いいですか。はい、じゃあ一日よろしくお願いします。お願いします。じゃあそこから入るポイントと3ゲートから入ってきて、はい、あの GB 席のところ、ね、GB 席、はい、分かりました。そこはちょっと人も見に行こうと思って、うん、3ゲート入るときのところと、はい、 そうですね、その辺かなと思ってます。今日こっち向きにしてくださったので多分大丈夫と思います、はい、ありがとうございます。すいません、はい、写真レモンじゃこっちのレモンじゃこっちの疾病こっちで市場とこっちです。そうですね、はい、レモンじゃもこっちの一番いつも端っこに動かないように動かないように言います。動かさないじゃあ帽子かぶして葉っぱの上に、まあ、ビブスギルか、まあ、雨の状況によって脱がせてやります。レーダー見ると多分ここからガーッて多分来て今行きます、はい、抜けるかなっていう感じで、その時間帯が1時半ぐらいが、けど雨予報になっちゃって今日ですか、うん、今日何でしょう、雑用係です。いろいろ雑用係1時過ぎには第一陣は入場してくると思います、うん、はい。な、今ない。今ない。うん。どこにあります？あっち。あっちか。もう何見たかった？このページ。駐車場。駐車場。あ、そうか。あ、これ。これ。到着予定時間。そう。あ、はい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 。これはね、あるのいい。いいか。そう。これだけでいい。はい。全部持ってってもいいです。え、全部持ってていいか。もうスタンバイ。これだけ。まあソロ持ちですかね。あ、そうだよ。はい。はい、あれ入れてくれたかね、しらす、保冷剤は、あ、保冷剤ね、冷凍庫入ってるんですよ。あ、じゃあもう一回戻ってくんないかな。出発始まっていますので、はい、はい、順調に出発できてると思いますよ。はい、休憩入ります、はいうん、休憩になってないですね。
休憩になってないんですよ、ね、休憩になってないんですよね休憩になれない。ポンチョ、ポンチョか、ポンチョ、ポンチョ、あ、1時半、1時半、あの城崎の坂んとこってこと。あー、了解了解了解、はい、はいはいはい、わかりました、気をつけてね、はいはい、はい、行っても緑さん、取れますか、和倉です。はい、おいセンターさん、奥田と榊原さんの車がですね、今城崎のあたりにいましてですね、メロンと、パプリカ、シラスあたりが間もなく到着予定なので、ちょっとセブンイレブンの、道路のあたりまで出ててもらっていいですかね。承知しました。人数欲しいですか。できれば数名いていただけると消防の方もお手伝いいただけそうですかね。遠赤ここか、ちょっと見たら OK、 ありがとうございます。すいません、これをじゃあテントの後ろに。そうですね、目指すところ、なんかそう言ってて、そこから何、そうなんだよね、この10年何してたかなってなんかちょっと思ってしまったけど、何も進歩なかったなっていうのが反省なんだけど何もなかったかもって思ったけど、でもやっぱりこういうお仕事を続けて、あの事業もやらせていただいて、ああやって子どもたちがまた楽しかったなと思って、で今度は家族と来てくれるとまた違うかもしれないし、お友達と来てくれると、なんかそういう、なんかそういう場であるスタジアムも、まあ、私にあることも嬉しいなと思いますし、うん、なんかそうですね、ただみんな市民が笑顔での場所として、またスタジアムがなんか思ってくれるといいなっていうのがちょっと思います。もう一回ね、市民もいっぱい足運んでもらって、3世代2世代みたいな形でみんなでここで楽しかったねって言ってもらえるような場所であってほしいし、まあ、そういう呼びかけが私たちもできるようにしたいなと思うし、前ゆうじさんが子どもたちの前で愛されるクラブにしたいんですって言ったところがすごく印象に残ってて、マスクとピースしましょう。本当に、はい、ご苦労様です。あの、頑張りましょう。はい、お世話になります。よろしくお願いします。なんでピースなの。ダックスブルーサポーターの皆さん、こんにちは。こんにちは。岩田市長でございます。今日は岩田市で、岩田市の小学校5、6年生3500人が応援に来てくれています。みんなで必ず大きな声でジュビロを後押しして勝利を届けるように、ぜひご協力よろしくお願いいたします。
ました本当に。アクラさんいつもありがとう。どこにじゃないか。勝利を届けられるようにまだまだ頑張っていくので、ぜひスタジアムに来てください。今日は応援ありがとうございました。まず駐車場まで歩いていかないといけないんで、この雨の中ありがとうございます。よかったね、よかったよ。久々にあれの声を聞いたね、あれだけの大きな声を聞いた。子どもたちがあのサポーターの皆さんと一緒にあの待ってる間、出発の待ってる間にこう声出してる姿の方が、ああ4年ぶりでいいなとかって思っちゃったんだよね。光景でしたね。こっちでね、今日はなんかすごい光景が良、かったなーなんて思いましたけど、はい、その時の方がなんかグッてくるものになったかな。今日の一日はそんな感じでした。はい。そうね、みんな笑顔いっぱいの場所が増えていくといいですねみたいな。はい、今日でも10キロぐらい歩いてますよ、トータルで。この中だけで。すごいよね、すごい。1000キロカロリーも消費させてもらっちゃった。よし、いい運動できました。